三好長慶が天下人とみなされる理由。長慶は畿内を中心に勢力を拡大し、13カ国を支配下に置きました。これは武田信玄や上杉謙信、毛利元就といった戦国大名よりも広い領土です。また将軍を擁立し実権を掌握していたため、名実ともに当時の権力者と言えるでしょう。天下人呼称への疑問。長慶は畿内を中心に勢力を拡大しましたが、日本全土を統一することはできませんでした。そのため天下人と呼ぶにはまだ十分とは言えないという意見もあります。長慶は将軍を擁立していましたが、その権力は名目的なものであり、実権は長慶自身が掌握していました。そのため将軍家に対する影響力は強かったものの、完全な支配とは言えなかった。三好長慶は戦国時代における畿内の覇者であり、先進的な政治、軍事、経済政策を実施した人物として評価できます。しかし天下人という呼称には議論があり、その評価は定まっていません。